今日の動画は水彩色鉛筆で風景をスケッチしてみました。道路の下に棚田のわら干し風景を見つけたのでスケッチしました。こんな感じで広がっていました。まず下書きから書いていきます。これは現場でスケッチしたのではなく、写真を撮ってきて家で書いています。山の上の辺を走っていると、家の近くなんですけども、このわら干しの風景を見つけました。この道路から見下ろす谷間に、この棚田が広がっていたので、その臨場感を出すためにガードレールと道路をしっかりと入れます。この谷間に向かって田んぼを耕している場所なんですね。ですから向こうの棚田とこちらの棚田の隙間に一番谷底、水路が、ありました。田んぼの空き地のところから塗り始めます。まずこの水彩色鉛筆で風景をスケッチしたのは初めてなんですけど、塗ってみて思ったんですけど、やはり一気に濃く塗りにくいという、そういう画材ですね、そういう特徴ですから、それを踏まえる必要があります。ですから塗りを3回から4回は重ねないといけないかもしれませんね。1回だとどうしても色が薄いので完成度が低くなってしまいます。この谷間の溝なんかは、実際には草でいっぱいで、かなり影で黒くなっていました。これで乾かしてから2回目の塗り、やはり濃くしていくことが大事です。わら干しを少し描き込みます。このわら干しを見た時に本当懐かしく思いました。小さい時は家の近所でたくさんあった風景です。当たり前のようにあった風景なんですけども、今はなかなかこういう風景を見つけることはできませんので、とても新鮮に感じました。周りが林で囲まれている、そうした森の中の田んぼでしたので、本当に景色としてはとってもいい感じでした。周りの木の重なりを、表現していきます。このわら干しの影をつけることによって、立体感を出します。あ、この溝ですね、この水路があるんですけど、ここかなり深い水路みたいで、色を濃くする必要があります。この田んぼと田んぼの段々はこの緑によって区切られていますから、これが美しいんですね。この道路脇のガードレールの草も入れていきます。これは、一旦乾かしてからもう一度鉛筆で詳しく書き込んでいます。ちょっと詳しく書き込んだ方が分かりやすいかなっていう思いましたので、そのようにしています。今藁の、切り株のところを入れていきます。この切り株に少し新芽が生えてきて、この空き地が少し緑っぽい色になるんですね。これが何とも言えない、この稲を刈った後のいい風景ですね。本当に小さい時を
思い出します。よく遊びました。この稲の刈り込みの直前の時期に田んぼの中で遊んでかくれんぼをして、稲の間に隠れてお百姓さんにえらく怒られて、母親に連れられて謝りに行ったことを思い出しました。とっても懐かしいです。この林に囲まれた風景っていうのもとってもいい風景でした。爽やかでした。もう一度影を、青っぽい色ですね、のしていっています。これはウルトラマリンか何かをのしたでしたか、ウルトラマリンかコバルトブルーですね。この空き地を利用して、空き地の真ん中辺から手前を濃くするという、そういう意識で重ね塗りしています。やはりこの水彩色鉛筆は一気に色を濃くしにくいという、やはりそういう面がありますので、かなり重ね塗りっていうものを練習する必要があると思いました。なかなか黒くする、色を濃くするのが、難しいですね、一気に黒くするのは。ですからやはり3回、最低3回は塗らないと思うような濃さになってくれませんね。そこがやはり練習が必要な場面かもしれません。はい、一応一通り完成しましたけど、修正点が1個見つけました。この溝の、溝に橋をかけてあるんですね。まあ、橋って小さな橋ですけど、橋渡しをしていますので、それを書き込みます。実際にはこの草がものすごく生い茂っていて、ここ水路なんですけど、水は見えませんでしたけど、一応絵的には分かりやすく水が流れているように見えるようにしています。このわらぼしの風景というのは本当に今も少なくって、これを見た時に本当に懐かしく感じました。この田んぼの風景というのは本当にいいですね。心が和みます。とってもいい風景でした。もう一度、濃くできそうなところは濃くしていっている感じですね。橋をちょっと詳しく、書き込みます。しっかりと乾かしてから次の作業に移ってください。濡れていると絵の具がコントロールしづらくなります。やはり鉛筆の併用が大事になってきますね。こういうスケッチの場合は橋の板切れを鉛筆で塗りました。この色鉛筆の、この鉛筆の跡ですね、それも半分ぐらいを残しています。それがなかなかいい感じを醸し出しますね。スケッチ風ないい感じです。これは使えますね。はい、いい感じに仕上がりました。いかがでしたか？参考になったでしょうか？お楽しみいただけた方はぜひチャンネル登録をお勧めします。登録をしておくと次の動画をアップした時に連絡が行きます。登録は無料です。ご安心ください。チャンネル登録をしてベルマークが出てきたら一番上のベルマークを押してください。それで連絡が行くようになります。よろしくお願いします。最後までのご視聴ありがとうございました。
また次の動画でお会いできますように。春木堂大旦那でした。